はいどうも、遠藤です。今回は裸の心やっていきたいと思います。死ぬほど簡単コード引き ⑥ まで見ていただければ弾ける内容となっております。今回も右手は3本左手は1本でやっていきたいと思います。原曲の音色にこだわりたい方はトランスポーズの方をマイナス4に設定してやってみてください。使うコードの復習をしていきたいと思います。 CG F D D マイナー E マイナー A マイナー C のサス4ですので真ん中の指だけ右にずれると、G のサス4。これも同じですね。G から真ん中の指だけ右側にずれると。そして音コードをたくさん使いますね。一つずつやっていきますね。C、音、G。はい。この場合は右手が C。で、左手が G です。まあ、ここでもいいですね。F、音、G。右手が F。左手が G。C, on, E. はい、右手が C。で、左手が E ですね。D マイナー on G. はい、右手が D マイナー。左手が G。はい。D マイナー on F。こうですね。E on G シャープ。はい、右手が E。左手が G シャープ、ここですね。D on F シャープ、はい D。で左手が F のシャープ、ここですね。G on B、右手が G。左手が B と。はい。今回かなり音コードを使いますので、まあ音コードの練習用にと。思っていただければなと思いますね。それでは A メロからやっていきたいと思います。ゆっくりいきますね。一体このままいつまでルル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 CGFCFC までは一緒ですね。で、B メロとのつなぎのところですね。音コードがいっぱい出てくるところなんですけれども、ここはまあ最悪なくてもね。で、まあなくてもいいです。ちょっと難しいんでね。早いんで、ここね。ここ。まあ慣れたら追加していくって形でいいと思いますね。では B メロをやっていきますね。いつかいつかとルル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 ル押さえてるコード自体はそんなに難しくないんですけれど、ちょっと音コードが多いのと、地味に移動が多いのでね、ね、こんがらがるかもしれないですけども、これは慣れですね。本当に音コードの、なんて言うんですかね。もう音コードのこの速読の練習用という感じですかね。はい、じゃあサビやっていきたいと思います。
ビの感じが A メロの感じと似てますね。ね、C、G、F、C の流れなんで。なので A メロ慣れればサビも割と弾きやすくなるんじゃないかなと思いますね。だ B メロが一番難しいんですかね。で、最後ちょっとアウトロだけやってみますかね。ね、感じですかね。まあイントロと一緒ですかね。だからこの部分をイントロ最初にくっつけてもいいのかなって感じしましたね。全体的にシンプルなコードが多いんですけれども、いかんせんオンコードが多いので左手がかなり忙しいかなっていう印象ですかね。かなり練習になる曲だと思いますのでね、ぜひぜひね、何度もねチャレンジしてみてください。あと A メロとか慣れたら どうですかね。試してやってみてください。まあ、今度時間があるときに原曲キーバージョンもね、アップしようかなと思ってますのでね、よろしくお願いします。原曲だとこうですよね。みたいな G シャープなんでね、こちらの方もねアップする予定です。では最後に、ゆっくり通したものを入れておきますね。いつも通りな感じでよろしくお願いいたします。何かリクエスト、コメント等ありましたらぜひともよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけで以上になります。今回もご視聴の方ありがとうございました。